はい、今回はですね、まあ、雪国で、ね、走る上ですね、いろいろ、問題点があるんですよね。まあ、関東から自分は引っ越してきたんですけれども、で、今回はね、そういう雪国で走る上で、最近動画いろいろ出してると思うんですけど、その、紹介をしていこうかなと思います。で、今回はですね、まあ、車の下割りのサビの加工ですね。雪国はですね、必ず、冬になるとですね、まあ、札幌近辺、札幌はですね、とかはですね、融雪剤っていうものが巻かれます。まあ、それがですね、別名塩化カルシウムっていうのかな、だいぶ車に悪いものなんですよね。なので、それを雪国で毎年冬になると撒かれるわけですよ。で、まあ、それがですね、車の、まあ、もちろん下回りにつくわけじゃないですか。そのサビが良くないんですよ。サビるので良くないんで、それをどうにか、まあ、洗車なり、まあ、洗車すかするしかないことなんですけど、まあ、手洗い洗車、まあ、門型洗車機に入れる人もいるし、手洗い洗車に入れる人もいるんですけど、まあ、いろんな洗車の方法があるんですけれども、まあ、いろいろ除去していくと。でですね、まあ、正直ですって言うと、週に3回とか洗車してらんないじゃないですか。その場合はですね、まあ、北海道の人はよくやってるんですけども、下回り防サビ加工みたいな、リーダーでやってもらえるんですよね。で、まあ、関東から来た自分はですね、まあ、下回り防サビ加工をしても、一応してもらったんですけど、それがですね、よく見たら、なんか全面の、なんか北海道バージョンで全面の防サビ加工が全塗りっていうのが、要は全塗りっていうのがあるらしくて、ね、それはもう車の後ろ面全部塗れるところは全部塗っちゃいましょうみたいな、そういうやつなんですけど、それを、前1年前ぐらいかなにやってもらいましたと。でですね、まあ、そこはいいとして、結構ですね、それがですね、まあ、持ちはどうこう別として、割と重要だっていうことに最近気づきまして、やっぱり、やっぱお金かけててもやっといてよかったなっていうふうに思っておりますね。で、それをやらないと、ずっとお湯で流さなきゃいけないし、下回りを。それがまた大変なんですよね。ずっと冬の寒い時に、あのくっそ寒い中、洗車を、手洗い洗車でしなきゃいけないとかあったりするわけですよ。まあね、そんなの考えたくない話なんですけど、実際に、まあ、しなきゃならない部分もありますと。で、まあ、関東はですね、まあ、なんか、虫のいるの。でですね、まあ、防サビ加工が必要になってくるわけなんですけど、それがまあ、高いと。まあ、別に高くても、やれる人はやれるでいいんでしょうけど、いろいろね、お金も高いしっていうのは正直あります。やっぱり雪国での生活コストは、結構かかります。それだけやっぱりすごい過酷な環境にいるので、まあ、そういう、まあ、大変な部分もありますという、今回はそういう話ですね。まあ、まず防サビ加工を知らないっていう方も多いと思うんですよね。なんで、まあ、必ずやった方がいいと一概には言えないんですけど、まあ、関東でやっても、いや、まあ、役に立つかなっていうふうに自分は思っております。まあ、自分は一応やりました。やっぱりホンダのフィットを乗ってるんですけど、自分は、まあ、新車で買って、やっぱり自分は車を大事にしたいって言って、まあ、アイアンバスターっていう、その鉄粉取りの素材、やつを、まあ、6ヶ月に1回ですね、やったりして、まあ、一応メンテナンスしてはいるんですけど、やっぱりその、メンテナンスも、なん
だ、なかなか難しいんですよね。あの鉄粉取りも車の下回りの方も鉄粉取りしなきゃいけないんですけど、なんか鉄粉取りできていなかったりとか、まあいろいろキリはないんですけど、まあできる限りの対策は一応しているようにはしてます。まあとは言ってもですね、あのなかなか洗車してちゃんと車をきれいにしててもですね、あの中山峠とかで鹿にぶつかったりとかは自分はしてないんですけど、鹿にあって、まあ、ぶつかる可能性もあるんで、まあ鹿にぶつかったらおしまいなんですけど、まあそういったこともあります。とにかく北海道に乗る上でやっぱり車を維持するのは本当に難しい、結構過酷なことなんですよね。やっぱりいろいろ考えれば考えるほど、まあ、考えなきゃ何も考えなくて運転しなくていいんですけど、やっぱりね、タイヤハウスの周りが錆びてたらすごく嫌じゃないですか。だから、まあ、自分はできる限り鉄粉取りとか、あと防錆加工は一応するようにはしてます。あと前回の動画で、この前の動画かなで紹介した鉄粉取りと、あとはエンジンスターターですね。それは本当に自分は重要なものだなっていうふうに考えております。今回はですね、雪国でですね、まあ、やった方がいいコーティングというか、の紹介しました。まあ、どちらかというと、ボディのコーティングより、自分はその、下回りの防錆加工の方が重要だと思っています。まあ、下回りの防錆加工はいくらでもできるんですけど、まあ、なかなか、ボディの下回り、ボディはできるんですけど、下回りはできないですよね。だから、まあ、下回りはディーラーにやってもらった方が、自分はいいと思ってます。まあ、今回はですね、そんな感じの動画でした。ありがとうございました。